どうもノブロック TV です。本日のゲストはカガヤの2人です。よろしくお願いします。カガヤです。お願いします。真面目人間森脇リリカは悪に染まったカガヤをちゃんと注意できるのかドッキリ。大丈夫ですか？臭くないですか？大丈夫ですか？嬉しいです。嬉しい。もう2回ぐらい立て続け騙したから、はい、半年ぐらいやってないんだよね。半年ぐらいやってないから不意にちょっと検証企画をやりたいと思います。真面目人間森脇リリカは悪に染まった加賀屋をちゃんと注意できるのかドッキリ。これから偽番組で森脇さんと加賀屋が同じ楽屋になるんですけど、はい、その上の2人の行動が、はい、まずコンプライアンス違反を繰り返すっていうのが。さあ来ました。今回森脇さんには有料漫画アプリのウェブ広告撮影と称して呼び出してます。漫画読み放題アプリコミレアですね。コミレアっていうのをレアさんが出したっていう。コミレア、二人ともコミレア使ってないの？月額100円で最新話を読める漫画アプリだよ、だよ、だよ、漫画アプリだよ、漫画アプリだよ、だよ、だよのところ練習する人っているんだ。月額100円来た、課題が来るよ。おはようございます。お願いします。森脇です。よろしくお願いします。加賀と申します。はい、加賀です。加賀さん、はい、ありがとうございます。お願いします。ちょっと態度悪い。よいしょ。月額100円最新は初めましてですよね。初めましてですよね。森脇です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。すみません。お願いします。若い？あ、そう、若いのかな。21歳です。22歳になりました。おいくつですか？いくつに見える？24歳。はぁ、 24? そんな若くない。31、31。あ、本当ですか？うん、お若く見られるって言われませんか？なんかその、なんかそう、あ、なんか格ない。あ、いい意味、いい意味で若く見えました。あ、本当？いい意味、はい、あ、いい意味だったらよかった。いい意味じゃなかったらどうしようかと思って。いい意味で若く見ました。いやいや、まあ携帯新しい？あ、最近新しくしました。そうなんですね。はい、15プロにしました。15プロは？はい。それいくらしたの？いくらだろう、でも月に8000円ぐらい。月に8000円？うん、もったいな。本当ですか？携帯代って大体どれくらいですか？いや、でもパクったらいいのに。携帯ですか？パクったらいいのに。ダメですよ。なんで？なんで？パクるって借りるってことですか？違う、喫茶店とかで、喫茶店とかでさ、あの席取るために携帯机の上に置く人とかいるでしょ。置きますね。ね、置くでしょ。そう、パッて取ればいい。本当に？冗談ですよね、これ。違う、SIM カードを抜けば、まあ、いや言わなくていいんじゃない？別にそれは別に初対面の人に言うことじゃないよ、別に。お前、取ってやったろうが。いや、だから別に他の人に言うことじゃないかなっていうね。別にSIM カードを全部捨ててで GPS さえオフにすれば別に。知ってる？あの五角形のドライバーがプラスでもマイナスでも五角形のドライバーがあって、あ、聞かなくて、それグって剥がせば。言うなって言うなって言うんです。聞かなくていいですよ。五角形のドライバーを言うなって持ってたら全部剥がせるの。別にいいから言うなって。知らない？これ言うなって。これマジで東京だからできるよ。ライセンス買います。だから言うなってマジで。こんなアプリ金払うやついるのかな。お前声でかいって。だって金払う必要あるって。待って、声でかいって。月額100円でしょ。うめえな。こんなもん別に違法サイトでいいよ。だからさ、お前さ、ここで言うなって。そんなことマジでさ、漫画村復活しないかな。マジ辛くない？ありがとうございます。あ、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。早速なんですけど、こちらの方ですね、はい、7月にリリース予定の今回スマホ向けの漫画アプリ、はい、コミレアってものでして、はい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 、一応ですね、加賀屋さんと、はい、加賀屋ね、加賀屋、別にどっちでも大丈夫です。加賀屋じゃなくて、関西？結構あるんで。関東です。関東。関東。なんで、なんで、どうしたの？どうしたの？勉強不足？食べてる？いや、大丈夫ですよ。どっちでも大丈夫です。本当に。どっちでも大丈夫。森脇さんにはですね、こちらのアプリの紹介をしていただきたくてですね。すいません、これコーヒーがなくて。
これコーヒー置いてもらってもいい？私買ってきましょうか。あ、いい、本当ですか？いや、マジで。こんなんこいつらに買わせたらいいじゃん。いや、行ってきます。黒い服着てるやつは動けるやつなんだから。黒い、全身黒いやつは動くんだから。全身黒いやつに頼む。何のために全身黒いの？動くためだよ。全然、私行きます。行ける？私大丈夫です。打ち合わせ中。はい、一応ごめんなさい。なんか、あ、全然これでありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、ごめんなさい、すみません。本当に申し訳ないです。俺スタバ。行けたらスタバ。すみません。あ、もう全然。時間かかるやったら別に、コンビニでいいけど。すぐ。全然本当に買ってこなくて大丈夫ですよ。失礼します。あとサンドイッチ。サンドイッチ。はい、大丈夫です。マジで大丈夫です。わかるよね。一旦読み合わせでもしましょうか。読み合わせて。こちらなんですけど。いや読まないよ。なんで？いや意味ないじゃん。意味あるでしょ。プロ。やりますか。やりますか。これ、ね、その、ね、演技で飯食ってんだから。一回。俺芝居で飯食ってんの。芝居で飯食ってんの。大丈夫だよこんなの。ああマジで見ただけでやろう、一回やろう。はい、オッケー、オッケーじゃないじゃん、一回やろう、一回だけやろう。で、やりましょう、お願いします。一回やりましょう、一回始めぶってよ。一回やる。2人ともコミレア使ってないの？え、何それ。月額100円で最新話も読める漫画アプリだよ。え、激安じゃん。人気漫画やライトノベル、オリジナル作品が毎日読めて超便利なの。ブル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 。ちゃんと言うよ。ブルブルブル、ちゃんと言えよ。ブル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 、さっき。いや、むかつくこれでやってやろうかな。お前だよ、次もお前だよ。言おうってよ。じゃあ3人、せーの、はい、はい、せーの、マンガアプリはコミレア。ベーベーじゃないじゃん。ベーベーじゃん、ベーって書いてないじゃん。ベーって書いてないじゃん。本番ちゃんとやるよ。こういう練習からやっとかないとなる。振り作ってんだろうね。見とけよ、本番。本番のテンション、本番のテンション見せてやるから。本番、すみません。本番のテンション見せて。うわっ、新刊出てたんだ。ほら、できるよ。いつまでいいんだよ、もういいだろ。すみません、すみません。デルフタ去っちゃって大丈夫です。どっちでもいいから、マジで。どこ行くの？すいません。どこ行くんだよ。どこ行くんだよ。座れって。座れって。舐めてんじゃねえぞ、この野郎。マジで、マジで。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 なんでだよ。一回座れ。なんだよ。落ち着け。つえな。つえなじゃねえ。かがやがこんなんだったら嫌だな。あと、うめえな。力がつえだろ。知らねえよ。加賀さん？加谷さんですよね。あ、加谷です。はい。加谷さん、加谷さんですよね。はい、今いいだろ。今一回わかるだろ。もう加谷さんがかわいそすぎます。加谷さんがかわいそ。かわいそとかではないですけど、別にね。うん、あんまり。何言ってんね。おかしいだろ。何がかわいそなの。こいつなんて俺の才能で飯食ってんだから。こいつは俺の。そうかもしれないけど。俺の漕いだ船に乗ってるだけだから。お前の船に乗ってるだけかもしんないけど、それは一人一人のね、大人だから、それはちゃんとするとこはちゃんとやろうぜっていうね、うん、感じだった。ちょっと待って、ね、テレビとかで結構拝見してたんですけど。テレビとかで結構拝見してた。ありがとう、はい、じゃあイントネーションも分かったよな。あいつ舐めてるんだろ。いや舐めてないですよね、別にね。なんだろう、だってちょっと、ね、オードリーの若林さんでも。何、どうしたの、何。なんか好きだったからこそ、なんかちょっと悲しいなっていうのがあって、なんだろう、その違法アプリとかはやっぱ人それぞれだから、悪いことだから、私は何も言うべきじゃないんだな、ないんだろうなって思ったけど、もう本当そうっす、本当そうっす、本当そうっす。まあ、その加谷さんに強く当たるところでもないし、今のところ。なんでよ、だってこいつが強い力でグッと落ちてきたんだ。だからお前が行こうとしたからだろ。いや、お前が行こうとしたからだろ。俺が悪い。いやいや、そういう大人ぶってんだよ。大人ぶってるわけじゃないじゃん。いやいや、悪いとかじゃなくて。クソだボケ。ちょっと今あのいい子すぎます、いい子すぎます。無理です。気づいて胸が痛いです。もう本当に無理。途中泣きそうになっちゃった。